80年代はアンセムで、90年代はアニメタルで、ソロ活動を2000年から始めてね、まあ、かれこれ30数年になりますね。特にソロに関しては坂本映像じゃなきゃできないようなね、歌謡曲テイストだったりとか、ともかく坂本映像ワールドというかを徹底して極めてきた、またその坂本映像ワールドが好きだっていう人もね、いてくれたんで、人がどう言おうと坂本映像が面白いなっていうことをね、やってきたんで、その部分を支えてくれた人っていうのはやっぱり今でもものすごい大事なファンの人たちですね。なんかこう興奮っていうのかな、右も左も分からずデビューしたアンセムの時とか、もうステージに上がってこう叫んでみんなと一緒にね、こう情熱を分かち合うというかね、やはりその興奮に対するもう一度味わってみたいなっていうような気持ちは、こう恋焦がれていくものなのかな、やっぱ興奮ってやつかな。このバンド名が示す通り、まあ坂本映像そのものではあるんですけれども、何が今一番欲しいかっていうと、やはりこの興奮、今までやってきたものの流れではないものにちょっと身を投じてみたいなと。もうこの体一つでね、いかに俺をこう料理してくれるかっていう、化学反応を起こしてくれるような連中と新しいサウンドを作ってみたいな。この若い連中が作るこうヘビーでラウドな部分、まあそういうやつが現れましてね、ウルマサウンドジャンクションっていうグループがあって、面白いもの作れそうだな。ウルマの久男と保つ、まあ、その2人とあとはギタリストを迎え入れて、あいつらのプロデュースでちょっと新しい、グループをちょっと動かしてみたいなと思いますね。出来上がるものが全くこう予想できないというか、僕が歌えばもう僕の世界にはなるとは思うんだけれども、かといってじゃあ僕が歌うから僕に染まるような生ぬるいやつらじゃないんですよね。逆に言うと若干俺の方がビビってたりもするところもあって、まあ確かにキャリアとしては俺なんかの方が数倍上なのかもしれないけど、明らかにこう音楽、今現在このなんかこう音楽に対する深さだったりとか情熱だったりとかっていうのはものすごいものを感じるんですよね。ピュアなやつらだからこそね、僕もある意味、久男と保つのね、何かを引っ張り出したいなと、まあ、もしかしたら俺がついていけなくて、いやいやお前らについていけないよってなることもあるかもしれないし、まあ、それもなんかこうこれだけキャリアを積み重ねていくと当然勝てない部分もあるし、勝ってる部分もあるし、まあ、そういうところにこう身を投じてみるのもいいんじゃないかな。アルバムを心血注いで、ね、こうロックなものを作るっていうのをいつ以来かなと考えたら、まあ、アンセムの最後のアルバムが2012年だから、もうほぼ5年だよね。ね、5年もそういうとこからちょっと離れていたんで、一つ飛び込んでみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。イメージすればするほどなんかこう興奮してきますし、はい、いろんなバンドに育てられてきたところがあって、まあね、21歳の時にアンセムで入ってデビューさせてもらったりとかで、しばらく表のシーンから遠ざかっている時にアニソンをメタルにするというちょっとそういう、まあ、企画の中でアニメタルで復活させてもらったりとか、なんだろう、やっぱり本当の意味で恩返しするにはやはり自らで切り開いたもので一回勝負をかけたいなってなって、そうした時に初めてなんて言うんでしょう、アンセムで拾ってもらったこと、アニメタルでまた拾ってもらったことに対する恩返しもできると思うので、最後の一勝負2018年
もう一勝負かけるにはまだまだいけるんじゃないかなと思うんで、2018年は全ての今までのキャリアに負けないようなものを作る1年目として、頑張っていきたいなと思う。